キャピタルえっと地元はえー、っと鹿児島なんですけど、えー、18の時に、えー、福岡の北九州ってとこに行ってもうそこに、えー、1415年ぐらいいたんで、まあ、DJ 始めたのも北九州って街だし俺は地元は、えー、北九州だと思ってます。 北九州は、どんなですか州は結構ハードコアな、あのー、イメージを持たれてる、えー、人が多いと思うんですけど、もうそのの通りの街です何か印象に残ってる出来事ってありますか、はい、何か印象に残ってる出来事、何か印象に残ってる出来事。 ああ、えっと、俺が大学の時に、あのー、住んでたアパートは、鹿児島の俺の母さんが、あのー、現地に行って、あの、アパートを決めてくれて、俺は住むまでに一回も行ったことなかったんですけど、まあ、あの、住み始めて、あ住,えー、住んで、そこに行って初日、まあ、そこ、風呂屋、 の上に住んでたんででたすけど、フロ屋の上に、まあ、アパートみたいなのがついてて、まあ、そこの風呂屋が、まあ、まあ初日だから入っていったら、まあ、全員こっから、まあ、腕から足まで全部その入ってる人たちばっかりしかいなくて、まあ、しかもまあ20人ぐらいいてその中に俺と俺のじいちゃん2人入ってしまって。 これはどういうことかなっていう感じになってまああのまあたまたまだろうって思ってたらまあ後からその地元の北九州の人たちに聞いたら「えあそこ住んでんの?」みたいなあそ「あそこに住んでるやつを聞いたことないよ」って言われるぐらい有名なそっち系の人たちが入る専門の専門って言っちゃあれですけどもうそういう人たち御用達のもうで有名な古屋さん。 っていう、まあ、それが一番最初に食らった衝撃だったですね初日から北九州に行った初日からその後 <coughs> すいませんはいその後お母さんがなぜそこに決めたのかっていうのは聞きましたかいやそれはねあのー、そういうとこだったよって言ったら「えっみたいな「ごめん」みたいな。<laughs> <laughs> まあそこにでも、まあ、まあそれはそれでなんかおもろいなと思ってなんだかんだ10年以上そこに住むことにはなるんですけどもう今はえー、っと去年か一昨年ぐらいにもうそこの古屋さんごともうなくなっちゃいましたね壊れちゃいました。